エスコンフィールドにやってきました。今日はファイターズ OB の谷口優也さんとお伝えします。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや谷口さん、はい、このエスコンフィールドで秋冬限定の豪華グルメが楽しめるんですよね。はい、そうなんですよね。シーズンが終わってもイベント盛りだくさんのエスコンフィールド。こちらのフードホールでは日本ハム自慢の肉やシャウエッセンを使ったパーティープランが来年2月まで楽しむことができます。さらに追加料金でグリルステーキも堪能できるんです。すごくね、身がジューシーで、もう噛むたびにね、肉汁が溢れてくる。ほんと肉肉しい。いや、これパーティーだと盛り上がりますね。ですね、もう一個食べちゃおう。さらに F ビレッジにあるトリュフベーカリーではパエリアをメインとしたおしゃれなパーティープランが始まっています。トリュフベーカリーさんはね、こうやってね、旬の海鮮だったりね、シーザーサラダだったり、ちょっとおしゃれだな。野球シーズンも終わったんですが、うん、このね、F ビリッジやエスコンフィールドでこういうパーティープランを楽しむことによって今年のシーズンの総括をしたり、ね、2024年の年忘れじゃないですかね、忘年会というものをね、ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。そしてグルメだけではありません。今年はあの人気キャラクターと F ビリッジがコラボします。こちらです、ムーミンです。驚いてる、かわいい。今年 F ビレッジはムーミンとコラボしたムーミンウィンターランドを今月30日から開催。なぜムーミンがエスコンフィールド北海道に。今年8月、北広島市さんが、ムーミンのライセンスを管理されますライツ&ブランドさんと提携し、ウェルビングな街づくりに取り組むと発表されました。私たちもこの取り組みに大いに賛同しましてですね、まあ、ぜひ協力をさせていただきたいというお話をさせていただき、今回の取り組みに至っております。 F ビレッジの宿泊施設ではムーミンとコラボした部屋が登場。ムーミンや仲間たちのぬいぐるみがたくさんの添い寝ベッドに、なんと50匹のニョロニョロと入るラベンダー香るラグジュアリージェットパス。ムーミンとの仲間と一緒に整うプライベートサウナ、パティシアが作るムーミンウェルカムアフタヌーンティーも。いただきます。上にレアチーズがかかってるのでさっぱりとしたケーキですね。ムーミンもたくさんいて、美味しいケーキと紅茶と、ちょっとこれはムーミン好きにとって本当にたまらない部屋だと思います。ムーミンウィンターランドは今月30日から来年3月9日まで開催されます。